山猫とピアノ生活始まりまーす。皆さんこんにちは、ピアノエンターテイナーの山猫とこてつでございます。あら、こてつさん今日はまた渋い入りでありがとうございます。いらっしゃいましたね、はいはい、今日はですね、山猫とピアノ生活第57回目と。早いねもう50回超えてきましたね。ほんまやね。それもこれもね、小手さんが毎回毎回この私のヨタ話に付き合っていただいて、毎回ね面白い話ばっかりで本当にいやいやいや夢に出てきそうですわ絶対出てきたこともう調子がいいんだから、はい、はい、今日はですね、はい、第57回目初のファックスでのお便りをいただいております。そうなんですよ、スタジオの方へね届いてまして、これぜひともね紹介していただきたいなと思って ね、なんて言ったらいいんでしょう、メールとかですね、うん、メッセージ、はい、電子メッセージって言うんですか、ああいうのではねいただいてますけど、こう、はい、手書きのメッセージっていうのはやっぱりこう味が嬉しゅうございますね。ありますね、やっぱりそこまで努力して、ね、わざわざこう書いて時間をかけていただいて、ね、送りたいっていう意思を、はい、私しっかり受け取りました。ラジオネーム、はい、アワビさんからいただいております。はいな、そんなエモいっぱい食べてはるんですかね。そうみたいですね。アワビか、はい、アワビといえばね、私アワビって食べたことないんですよ。えほんまですか。トコブシは食べたことあるんですけど。あら、まあ、まあアワビ多幸ございますわね。そうなんです。嬉しい、あ、嬉しいわ、だからアワビさんからメッセージをいただいております、はい、じゃあ、文面通り読ませていただきますね、はい、FM805 丹波様、山猫さんのピアノ教室様、はい、土曜日に知ったのですが NHK の朝ドラカムカムエブリバディに出演されましたか、うん、聞いたところによればどこかのバーでピアノを弾いていたとか。本当でしたら何回目でしょうか。違ってたらごめんなさいというお便りをいただきました。はい、アワビさんありがとうございます。よう聞いてくれてはりました ね。ところでこの山猫さんのピアノ教室様、これラジオ番組です ね、 いいですね。少しちょっと違いますアワビさん。いや、まあ、山猫ほとんど似てます、はい、ピアノ生活、はい、でもまあうろ覚えで、まあ、山猫とピアノさえ覚えててくれたらね、そう嬉しい話です、はい、でなんか朝ドラのカムカムエブリバディに出演されましたか、はい、ということですけども、そんなね NHK の朝ドラなんかに出たら私絶対人気番組ですから ね、半年前から自慢しますもう毎回言ってるでしょうね今度は何日に出ますとか絶対言ってるでしょう、ね、カウントダウンしてあと何週です、はい、ということでですね、朝ドラには出演しておりません。残念です出たいいやでもそんな噂が流れるほど、ね、山猫さんが有名やってことじゃございませんか。小鉄さんのおかげですね。何をしやすい、ありがとうございます。ね、何回目に出演しますっていうふうにね、はい、いつか言えるように頑張ろうと思ってということで、アワビさん、はい、これからも何か面白い噂を聞きつけたら、そうですね、すぐにメッセージください、本当ありがとうございます、ね、ありがとうございます、はい、本当に感謝です、あの山猫さんにも届いて見ていただきましたからね、もう嬉しい、はい、もうこれね宝物にしますよ、初めていただいたお手紙ですもんね。今日もね早速額に入ってるようですけども、ね、もうここにね、はい、入れておきます、はい、という、あ、そうそう、そういえばね、はい、私ねあちらこちらでね、どっか出てましたとか、何々の人ですよねって言われることが結構多くて、あら、これね嬉しいことなんですけど、なんかもう慣れました、私じゃないですっていうこと結構多くて、いやでももういやそういう噂が噂を呼んでるってわけですね。一個ね面白かったのは、私中国でコンサートした時にね、はい、中国のスターバックスっていう世界に何個しかない、すごくなんていうフラッグシップのすごい有名なお店が中国、北京から北京にあるんですよ、世界に何個かしかないような大きいところ、そこで一回コンサートしてもらった時に、させてもらった時に、
中国人のお客さんがね、ええ、今日はあなたのためにわざわざシアトルから帰ってきたのよって、あなたシアトルで広告出してるわよねって言われたんですよ。私ありよー、シアトルで広告とか出したことない。中国のコンサートをシアトルにまでもう遠征されてるほど有名な方が知らん知らんって、それ誰と思って、いやいやいや。それとかね、オーストラリアでコンサートした時の動画を見て、はい、今日コンサートに来ましたって言われたんですけど、私オーストラリアでコンサートしたことないんですよ。これまたひょっとしたら何か双子じゃないあれですかね、世界で3人似た人がいるっていう、はい、ドッペルゲンガーのあれですかね、そうでしょうね。それも皆さんが有名な方っていうのもすごいですね。わかりませんけど、もうメジャーな方で ね、 ね、 でもそれぐらいね、名前を轟かすぐらい、はい、このタンバ FM805 タンバさんをこうきっかけにしてね、はい、行きましょう。これアワビさんにもお手伝いいただいて、はい、そうですね、広告をね、していただきましょう。絶対世界制覇は近いと、ね、狙いましょう。小手さん、よろしくお願いしますよ、はい、お願いいたします。こちらこそです、ね、はいはい、ということでアワビさん、ありがとうございました。今日はですね、小手さんとなんとピアノセッションしたいなと思っております。いや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 、私あのそんなにあのピアノなんて本当ね、あの、うん、弾いたことないんですけど、それがいいんですよ、はいはいはい、ほんまですか、うん、弾いたことないんですけど、はい、やりたいわそうそう、あのね、ピアノを全く弾いたことがないとかいうような人の方が、はい、多分きっと面白いのが出来上がるかなっていう気がします。へえ、私ね、コンサートでよくやるのは、はい、その舞台でね、ライト浴びて歌うとか弾くとかいう機会って多分普通の人ないと思うんですよ。じゃあそんなもんありませんでしょ、ええ、だとしたらなんか私、せっかくこの舞台借りてんねやったら、はい、お客さんも一緒に上がってやろうよっていうふうに思うタイプなんですね、うん、それでよくあのコンサートの時にお客さん上げてきて、はい、一緒に弾くなり歌ってもらうなり、できる楽器があるならやってもらうなりすることが多いんですけど、はい、今日はね、こんな寒い時期やから、ええ、はい、雪やコンコっていう曲ありますね、はい、うん、あの曲をね、小手さんと一緒にセッションしたいんです。あら、まあ、今日はちょっとウォーミングアップしてきてないんですけど、いいんです、いいんです、それでいいんです、うん、それでいいんですよ、はい、あのね、雪といえば今年雪多くないですか。多いですね、ね、はい、でもどうですか、丹波に住んでる人もやっぱり今年は多いと。あ、でも、はい、こう昔からのネイティブの方からすれば、はい、まあ、多いは多いけどこんなもんやないぞいう感じですか。そうやね、幼少の折はこんなもんやったんちゃうかなと、ね、まあ、過去の 歴史じゃないけど記憶って意外と曖昧なんですけども小鉄さんの言い方ってこう引きつけておいて引き離すというか突き放すっていうね、はい、じゃあやっぱ今年は多いんかな。多いと思いますね、うん、私もね、うん、結構多いな、まだ、4年目の冬なんですけど、はい、うん、多いなと思ってて、この前ね、初めて、はい、あの雪の日に笹山口駅から帰ってきたんですよ。ほう、で私笹山口を降りた時に、超吹雪やったんです。あ、もう吹雪のさなかに帰ってきたということですか。これ私あんな吹雪の中運転したことなかったから、前見えませんやんか、そう、帰れるかなと思って。いやでもそれが面白いのがね、笹山口の1個前の南八代駅、はい、あそこまで快晴やったんですよ。はーら、で笹山に帰ってきた途端、はい、吹雪やって、何この、この山か何か越えた、こんなに天気変わるんかと思ってね。でその吹雪の中帰ってきたこともなかったから、うん、のそのそトロトロ運転で帰ったんですけど、あの川代渓谷のあの辺から丹波市に入りますね、はい、雪が収まってました。ああ、そうなん、やっぱ笹山の方がちょっと雪が深いんですか、ね、いやいや、同じようなもんなんやけど、たまたまその雪の塊がどんどんこう移動してたんちゃうんやろかな。いや、私もこれは帰られへんわと思ったんですけど、はい、もう止まらなあかんですね、その時どこに、でもなんか止まるようなところないですよね車車中泊、ね、はい、いやいや、いや、ほんまでも雪は気をつけなきませんね、はい、うん、でもね、私家におるときに雪が降ってるの見るの好きで、うん、このスタジオから、まあ、あの小手さんも分かってもらえると思うんですけど、はい、上の方にね、窓が結構あるんですよ、吹き抜けのスタジオなんてね、大きな窓がついてますね。こっからね、見える雪景色を見るのが大好きなんです、ね、あ、これはまた風流でございますね。そうなんですよ、雪をね、チラチラこう降る姿を見ながらピアノつまびいているとね、はい、やっぱね、インスピレーション湧くんです。はあ、創作意欲もあるし、うん、また良いアイデアが、そう、はい、私ね、なんか雪の時が一番インスピレーション湧きます。やっぱ丹波といえば雪なんですかね
あれ笑われた、どうなんでしょう、本気なのに、はい、ユッキーが多分一番何かメッセージ性があるような気がします。でね、あのユーキーやコンコっていう曲を、はい、今日はその時に、ね、思いついたアレンジをね、はい、小手さんと一緒にやろうと思います。教えてください、はい、ということでちょっとね、今私たちピアノのそばにおりませんので、はい、一緒にピアノに移動しましょう、はい、移動しますね、はい、移動、はい、このまま移動したらいいんですね、はい、はい、ということで我々ピアノのとこに移動してきました、うん、はい、はい、小手さんさっきおっしゃってましたね、そんな連弾とかしたことないわ。そうなんですよ、あのピアノは弾くのはね、うん、むちゃくちゃにこうバンバンとね弾けるんですけど、もしかしてちょっと弾けるタイプなんちゃいます？いやいや爪隠してんちゃいます？いやいや、そんな全く、ね、はい、はい、ね、私この前その雪降ってる時にピアノ弾いててね、はい、このピアノで雪の感じを表したいなと思ったんですよ。はい、ほいでね、これピアノって白いのと黒いのありますよね、うん、鍵盤が、はい、これ黒いのを黒い鍵盤と書いて黒鍵っていう名前がついてるんです、はい、この黒鍵だけでね、雪を表せることに気づいたんですよ私。あら、それめちゃくちゃ楽じゃないですか。楽です。じゃあちょっと今から雪をちょっと私表してみますね、はい、雪といえばどんなイメージですか？やっぱり降ってる時ってこう小さいもので柔らかに降ってる感じ、うん、だから、はい、スタッカートって言うんですけど、ちょっと弾く感じ、あ、なるほどなるほど、静かにシン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 降ってる感じがすると思います、うんうんうん、はい、これをちょっとネイティブの丹波人としてね、はい、雪ってこういう感じよねっていうイメージでちょっと小手さん黒鍵だけでやってみて、そう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 、や、柔らかく優しく、そうそう、なあ、いいです、いいですよ、すごくいいです、はい、これでね、はい、雪って同じタイミングで降ってなくて、たまに、うん、って降ったり、うん、または止んだりしますよね、はい、うん、でたまにこう強いのが降ったりうん、することもあると思うんですよ、はい、そういうのをちょっとイメージして、ちょっと同じ音で、強くとか弱くとかしてもいいし、違う音でやってもいいし、はい、タイミングをちょっとずらしながら雪を降らせてみてもらえますか？もう一回お願いします。えらい、いきなりちょっとハードル上がったような感じですね。自由にこう雪をイメージして、じゃあファイト、いいです、いいです、いいですよ、いい、ありがとうございます。いいじゃないですか。よかったですか。才能あり。ほんまですか。超あり。いいです。ちょっと同じようにヒゲ言われたらちょっとできるのですか。いやいや、いいんです。それがそれが音楽ですよ。同じものはもう二度と出ない。それが芸術です。はい、ああ、芸術は爆発だってこと、ね。アーティスト爆発してますよ、小手さん。超爆発してる。なんかその気になってきたわ。そうそうそう、できるんですよ。これね、黒鍵だけで雪を表せるんです。で、あともう一個ね、私丹波へ来て、はい、初めて見た雪の景色がね。うん、うちの周りこれ竹やぶですよね、はい、竹から落ちる雪って見たことあります？あー、こうザザザザザ、それ、はい、いや、 やっぱネイティブはよくご存知、私ね、はい、街中の子やったから、ええ、そんな見たことも聞いたこともなかったんです。あー、溜まった雪がね、まあ、枝からザッとで跳ね上がるようなね、それそれそれをね、はい、ええ、このね、これね、音楽用語でグリッサンドって言うんですけど、こうこうハープの上にピルピル、はあ、これでね、私なだれと呼んでるんですけど、はい、なだれを表せることに気づいたんです。あ、これ竹から落ちてくる雪、そうそうそう、こんな感じやわと思って、はい、でもね、グリッサンドってね、指でやると痛いんですよなので、まあ、この辺、この手のひらのこの辺を使って、はい、ちょっとなだれをやってみてください。小手さんどうぞ。これこっちからこう綺麗。じゃあ逆に下から上も行ってみます。下から上、ここですね、こっち、こっち、はい、そうです。あら、綺麗、上手。いや、なんかもうすっかりその気にすごくいいですよ。うまく乗せますね。超いいです。さすが。じゃあ、はい、これで、ええ、私たちもう合奏しましょう。いきなりそうです。何の打ち合わせもないんですよ、そうですよ、これラジオ機の皆さん。じゃあね、リズムを流します、うん、はい、これに合わせて、はい、小鉄さんはもう黒鍵で雪を表す。まず、あ、雪、あ、そんな感じね。そうです。じゃあお願いします。どうぞ。
ですよ。あ、ごめんなさい、止めちゃった、はい、あのね、録音しようと思って録音だけさせてもらいます。はい、はい、もう一回お願いします。いいですよ、いいですよ。あ、雪降ってますね。いいですよ、そのまま降り続けておいてください。なだれ行きましょう。ピルル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 、なだれ、きれい、いいですよ、行きます。いいです、いいです、いいです。いいですよ、ソロ、ソロ。はい、もうすぐ終わります。なんかちょっとめちゃ自信がつきましたね。これすっごく素敵な雪が降ってましたよ。ありがとうございます。はい、なんかこう寒気がしてきましたね。自分の才能に自分の才能に寒気が、ね、いや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 、新たな発見ですね。これね、小鉄さん非常にあの雪を知ってらっしゃるからやと思うんですけど、はい、すごく良かったと思います。で、リスナーの方にはね、はい、ちょっとわからなかったかもしれないんですけど、うん、小鉄さんの雪の降り方がね、はい、結構ランダムになってて、で、なだれとかもこういい感じに入れてて、私がこう今ですって言わなくても、はい、自由な感じで入れてたじゃないですか。もうあれが自由気ままに生きてますから、はい、かっこよかった。いやいや、またまたよかった。褒め殺しされると、いや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 、すっかり良かったですよ。今日はもう気持ちよくね、ね、はい、帰っていただいて、はい、車もすもうすっごくね、ね、気持ちよく帰れますね。はい、でね、今ね、ちょっと私、はい、録音させていただきますって言いましたね。はい、こうで、つ、はい、このデータを今も保存しておきましたので、はい、このデータを使って、はい、私小手さんがお帰りになった後、ええ、私たちのセッション曲として仕上げておきます。あら、つまり小鉄さんが弾いてくれたデータをそのまま使って、はい、私がちょっとアレンジを加えて、うん、1曲としても仕上げてしまおうかなと思うんです。今ももちろん仕上がってたんですけど、もうちょっとこうかっこいい楽器をいろいろと混ぜたりとかして、これやっぱりこういう機械はいろんなことができるわけですね、うん、だからもうせっかく今弾いてもらったから、うん、このデータを使って、はい、一曲仕上げましょうよ。もうこれはもう CD にできるぐらいのクオリティに。これまた私これメジャーデビュー、どうしよう、芸能界デビューね、遅咲きながら、はい、させていただいて、もうそうですね、だからどうしよう、小鉄&山猫っていうユニットで丹波市内中回りましょうか。世界ツアー行かないかんね、これね。そう、まずは丹波からね、はあ、でちょっと笹山ぐらいまで行って、はい、じわじわと県外へ、はい、はあ、ほんまですね、行きましょうか、はい、はい、ということで、うん、ピアノを一旦ちょっと離れましょうね、はい、はい、はい、ということでピアノを離れて帰ってまいりましたが、はい、私ね、この前もね、ピアノ弾けない人を、はい、
にピアノ好きになってもらうっていうちょっとイベントがあって、はい、でそれで全く弾いたことがないですっていう人にピアノ弾いてもらって、ええ、さっきの小鉄さんみたいにね、はい、あなんかこのできてる感が楽しいとか言ってもらって、はい、すっごい私も嬉しい思いをした経験がちょっと最近あったんですよ。これでも私もね初めてですけどね、ラジオを聴きの皆さんも本当に山猫さんやっぱりいろんなとこで NHK のテレビも出てはるっていうのがよく分かりましたね。カムカムエブリバディも出てますから、はい、いやうまいことこれね、はい、素人さんを、ね、楽しませて、はい、楽しんでいただけましたか。いやもうめちゃくちゃもうなんかもうプロのピアニストになったような気持ちにあらららら、ね、させていただきました。いや違うけど小鉄さんもその、はい、やっぱ雪のイメージがあるからやと思うんですけど、うん、あこれね大事なんですよ。イメージがある人とない人で全然変わってきて、はい、でない人はない人でねまた面白い雪の降らせ方したりするんです、はい、そうだと思いますね、はい、ということで今週はですね、はい、雪についていろいろ話してきたんですけど、はい、あのね私一個ねちょっと聞きたいことがあるんですよ。 雪について。はい私ね、雪国初めてなんです。あ、丹波って雪国って言っちゃっていいんですかね。雪国、まあ、東北とか向こうに比べると、まあね、本場から言うとね近畿圏の雪国と言ってもいいのかもしれませんね、そうですね、うん、で雪国はね、はい、初めてやからその車をね、うん、あのうち雨ざらし雪ざらしなので、はい、雨が、あ、じゃあ雪が降った日はワイパー上げとくんですよ、上に、うんうん、はい、でね、この前ね、ええ上げたまんま走ってしまったんです、はい、あまあ降らなければ大丈夫ですけどね。 あれね例えばねワイパーガーンって上げたまま運転した時の警察に捕まったりとかしないんですか。いや全くしません大丈夫です、はい、私あれ、はい、途中で気づいたけど、はい、いやわざわざ止めてこれなんか直すのもなと思って、はい、あれ大丈夫なんや。そうなの大丈夫です、はい、よかったよかった。ほなじゃもうこれからじゃずっと上げときゃいいってことじゃない。いやまあそれもちょっと邪魔になりそうな気もしますけどね。そうそう、なんか誰かに当たってね、はい、おられるのも悲しい話ですからね、うん、はいはい、じゃあ安心してこれからもワイパー上げたまま、はい、運転しようと思います。どうぞ、はい、ではここいらで先ほど我々がセッションした私と小鉄さんの、セッション曲、はい、これを仕上げたものを今ここで流そうと思います。皆さんのね心の中にある雪景色降ってる姿なんかを想像しながら聞いてもらえたら嬉しいなと思います。ではお聞きください。これ世界進出目指したね、いけますね、小鉄&山猫の丹波の雪やこんこ、お聞きください、はい、どうぞ。
い、ありがとうございました。こてつ&やまねこの即興曲雪やこんこでした。こてつさん素晴らしい出来上がりですね。ね、というか、まあ、今日のところ全然これはね、小手さんも本番を楽しみに。あら、これね、結構いい出来になってるはずですので、いやもう間違いないですよ。改めてこれ聞いた人からもうごっつメッセージとあの、ね、ファンレターが殺到するのは間違いなしですね。小手さんだからまだアーティスト写真撮っとかなあきませんよ。ほんまやジャケットに使わんとあきませんからね。プロモーションビデオ作っとかなあかんね。作っとかなあかん。これまた一つの、ね、企画としてこの番組でやりましょうか、はい、はい、ということでですね、今日はそうそう、ほんでこの曲ね、うん、もう今月毎週毎週、今月ってあと1回か、はい、来月か、毎回毎回流していきたいなと思ってるんですよ。あ、テーマソングにしましょう。そう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 、まあ、2月の山猫とピアノ生活のテーマソング、はい、この曲流していきたいと思います。お楽しみになさってください。ということで来週の予告をさせてください、はい、来週はですね、こんな寒い最中ですが、うん、怪談話をしたいなと思います。おー寒ー余計寒なってきた、はい、あのね、私ね、はい、以前この丹波市に来る前に、大阪市内に住んでた時は、はい、あの工場部に暮らしてたんです。いや、その工場がね、はい、築90年のおじいちゃん物件やったんです。はあ、だからね、ちょっといろいろ面白いこととか、なんかいろいろ住んでそうな気もしますねそうそうそう怖いこともね、はい、結構あったんで、その話をね、させていただく。もうなんか、ゾクゾクとしてきましたねでね、皆様には余計寒なっていただこうかなと思います、はい、ということで、今週もありがとうございました。来週も月曜日3時半でお待ちしております。今日はね、初めてメッセージいただいたラジオネームのアワビさんにも感謝いたします。ということで、また来週お会いしましょう。さよなら、さよなら。